あの今回のタイトルがあの北方領土が戻るチャンスの巻っていうのにしたんですけど もともと国後島、エロフ島とか、あの樺太と呼ばれる地域って、あの日本の領土で、日本人だったり、まあ,あのアイヌ人の人たちが住んでたんですよね。で、あの第二次世界大戦が起きた時にそのまああのアメリカと日本がドンパチをしてたんですけど、で原爆が日本に落ちて、で、これはもう日本終わりだよねっていう段階になってから、ロシアが、あ、俺も参加するっすって言って、あの日本に対して宣戦を布告して、北方領土だけ持ってって、で、あ、俺たち勝ったっすっていう状態にして持ってかれたんですよ、北方領土 でまああの柏泥棒という表現がよくされるんですけど、まあでも結果としてはまあ持ってったよねと、柏泥棒でもなんでも持ってったよねと。で、その話し合いで北方領土が戻ることっていうのは100%ないんですよ。その領土をあの減らすという交渉をしてはならないという憲法をロシアは作ったんですよね。確か憲法改正して、法律じゃなくて。なので、そのなんかあの安倍首相が話し合いで二党返還みたいなのをやろうとしたみたいなんですけど、憲法上、話し合いで北方領土返散は不可能なんですよ。 であの今回の,そのウクライナ、ロシアの戦争の結論が出そうになって内戦が起きたときに、日本の自衛隊が北方領土を実力で占領してで、そこはもうここは日本ですよって言った場合に、多分ウクライナでの戦争も維持できないので、今更さらシベリアより先の北方領土までロシア軍は兵隊を送れないと思うんですよね。なので、あのまあ、日本の戦争は1945年に終わったんですけど、多分60年ぶりかなんかの北方領土が取り返せるチャンスだと思うんですよ。 なのであのであ今から自衛隊がいかに北方領土を取り返すかっていう訓練をしてあのロシアが崩壊した瞬間に北方領土に、まああの自衛隊がわーって乗り込んでってここ、もともと俺たちの国だからって言い張るっていうのをやればいいんじゃないかなっていう思うんですけどまあ、た岸田首相にそんなガッツはないと思うので多分起きないと思います。